ウィリアム・ビービーの著書、A モノグラフ・オブ・ザ・フェゼンツの通販、アーチ・ボルド・ソーバーアン・ハイロ樹形は、キジモ目キジカ樹形属に分類される鳥類。インド北部、パキスタン北部全長オス68.5から7 3ンチメートル、メス58から6 0トル。翼長オス25.5から2 9ンチメートル、メス22.5から2 5トル。 体重オス1.8から2 1キログラム、メス1.3から1 4キログラム。卵は、長径6 3センチメートル、短径4 2センチメートル。卵を覆うからは、泡褐色や、赤褐色で、暗褐色の反紋が入る。オスは、頭部は、黒が黒い羽毛で覆われる。種小味オメラノケファルスは、黒い頭の胃。五頸部は脳赤色や、 赤褐色、喉や胸部はオレンジ色の羽毛で覆われる。背は泡バイ色の羽毛で覆われ、黒い虫食い状の反紋や、黒い縁取りのある白い反転が点在する。胸部は黒い羽毛で覆われ、白や赤の反転が点在する。目の周辺に羽毛がなく赤や明褐色の皮膚が露出し、青緑色の反紋が生える。喉に青紫色の肉垂れがあり、肉水の外縁は、 ピンク色。メスは全身が肺褐色の羽毛で覆われ、耐火面を覆う羽毛にはう軸に沿って白い斑紋が入る。標高2400から3600メートルにある森林に生息する。陶器になると標高1200メートル周辺に移動する。植生は雑食で、植物の若葉、根、花、果実、種子、昆虫、クモなどを食べる。 繁殖形態は乱生。地表から3メートルにある木の枝に木の枝や草を組み合わせた巣を作り、1回に3から6個の卵を産む。放卵期間は28日。開発や放牧による生息地の破壊、狩猟などにより生息数は減少している。ありがとうございます。